トグ二重戦車は第二次世界大戦初期に試作されたイギリスの超重戦車である。トグ一重戦車の発展型であり、試作車両が一両のみ製造された。この車両は第一次世界大戦の間に生じた泥と残酷とクレーターの泥沼と化した北フランスのような戦場に備えていた。全大戦で戦車開発に携わった人々が再び集まったことから、 ザオールドギャング、すなわち、昔馴染みのあだ名で呼ばれるようになった特別車両設計委員会による第二の設計であった。トグにはトグ1と似ており特徴の多くを保持していたが最も進歩した方であるオードランス QF17 ポンド砲を装備した。トグ1の第一次世界大戦時のイギリス戦車のような離体が車体全周を回る配置の代わりに トグ2の走行装置は全体が低められ、車体側面のドアは早期部より上に位置した。本社は1940年に発注され、フォスターズ・オブ・リンカーン社によって建造された。試作車両は1941年3月に発走行した。本社はトグ1と同じく機械発電駆動方式を備えていたが、トグ2では2つの発電機を用い、 特に問題は報告されなかった。本社は干渉装置のない走行装置をトーションバー喧嘩に変え、さらに他のことも含めて回収された。1943年4月、トグには試験に成功した。それ以上開発は進まなかったが、より車体を短縮した方であるトグには建造を検討された。トグには、ボービントン戦車博物館で見ることができる。ケネス WS です。 オスプレミリタリーシリーズ世界の戦車イラストレーテッド40代二次大戦の超重戦車南部竜太郎役第2本絵が2015年ありがとうございます